あなたには会いたい方、応援したい方、いらっしゃいますか？おごめん、大分の高っち親方です。今回は私が最近応援している方を紹介する動画です。野口環奈さん、ご存知でしょうか？女子大生アイドル、メルシーメルシーのメンバーでもあり、で、この夏からですね、ミス日大経済のね、ミスコンにも参加されている方です。まあ、カンニャとね、私も呼ばせていただいております。彼女ね、本当にこう、まず可愛くて美人、そして、こう、おっとりとしてて癒される、そんな魅力がございます。今回私、まあ、実は東京でお会いしたということ、そこでキュンとなったということ、そしてミスコンというですね、大きな挑戦に参加されたということで、野口環奈ちゃんを応援いたします。そういうつもりで、まあ、紹介動画を作ることといたしました。まあ、昨年ご覧いただいた方は、私がその大学のミスコンのね、こう、PR とか、ね、ファイナリスト好きなメンバーをね、紹介してましたが、その2023年バージョンだと、ね、考えてください。もうね、本当にね、可愛い、ね、野口環奈さんのこと、まあ、一緒に応援していただきたい。そんな思いで PR いたします。お付き合い、よろしくお願いいたします。最初に、野口環奈さん、まあ、環奈という、ニックネームがございますので、これからはカンニャと呼ばせていただきます。公式のプロフィールをご紹介です。誕生日は10月19日生まれ。まあ、私と同じ10月生まれなんですね。覚えておいてくださいね。テストに出します。で、東京都ご出身で身長160センチ。結構現場でもあるとスラーっとしてですね、そこそこ背が高い印象です。ショッピングや雑誌を読むことが趣味。で、さらにアイドルも好きですね。特にですね、イコラブ、ね、イコールラブとか、ね、ノットイコールにミー、ノイミーもですね、好きですね。プロデューサー、ね、指原二乃さん、私と同じ大分県出身なんですけどもね。ほんと、まあ、この後ご紹介しますがね、カンニャもアイドルを咲いてますが、アイドル好きなアイドルということですね。そして特技はダンスということで、現在もですね、大学では、ダンスサークルもされているようですし、まあ、ちっちゃい頃からずっとダンスをされていたということです。今回のね、そのアイドル活動でも結構、あの現場でダンスもね、印象的に残りました。現在ね、日大の、まあ、経済学部の4年生ということで、今回、まあ、ミスコンにもエントリーをされました。そのカンニャのですね、2つの活動を今回はご紹介いたします。1つ目が、アイドル活動です。女子大生アイドルグループ、メルシーメルシー、ご存知でしょうか？まあ、私も過去の動画でですね、紹介動画、こちらも作っておりますので、まずはぜひそちらをご覧ください。その中のメンバー、まあ、ですね、現在、この2023年の夏時点では15名ですね。そのまあ初期メンバー、1期生メンバーの一人が野口環奈ちゃんです。まあ、チームをですね、あの、グループの中に3つあって、そのうちのですね、ブリューというグループで活動もしております。実はこの間の8月11日、東京秋葉原で行われました、このメルシーメルシーの2周年記念ライブ、私も行ってまいりました。で、実際そこで、野口環奈ちゃんのね、パフォーマンス見て、結構ね、ダンスもね、印象的で、ね、そして、やっぱこう、目がキラキラしてて可愛いなという印象をまあステージで受けました。で、その後ですね、チェキ会で実際お話しして、ちょっとね、照れるカンニャもね、かなり、面白かったですね。まあ小さい頃ですね、そのなぜでアイドル活動をね、今回メルメルに加入されたかということで、まあ、ちっちゃい頃本当、まあ AKB48 さんとかのアイドルをね、こう見てて、まあ自分ではよくね、グループのこと分かってないんですが、とにかくそのダンスを真似してね、鏡で見て真似しながらね、楽しむっていうことが好きだったそうです。で、実際のところはですね、まあもともとちっちゃい頃から、そして今もですが、モデル活動、がね、特にあの、憧れでして、まあ、事務所に所属されて芸能活動もされておりました。でですね、ただですね、こう、まあ、だんだんと学生となって、要はコロナを迎えます。そうすると、まあ、残念ながら、こうね、事務所にお仕事がなかなかないという状況になりました。その中ですね、スペースクラフトといいますか、キャンパスクイーンという活動、ね、に、まあ、声かけられたというところ、が一つのきっかけです。キャンパスクイーンとはですね、各大学のいわゆるミスコンのね、参加者とか、それにゆかりがあるですね、大学生が、まあ女子大生なんですけれども、彼女たちが集まって、で、活動するのがキャンパスクイーンという、まあプロジェクトですね。その中で、まあ実はですね、アイドル部門が、まあメルシーメルシーというグループで活動しております。で、私自身はですね、実はカンナちゃんを知ったのは、
このキャンパスクイーンが2021年の夏頃に出した電子の写真集、これを見てですね、キュンとなって覚えましたね。かんなちゃんが、まあ、水着姿に自転車にね、こう乗っているシーンが、まあ、有名なんですけれども、まあね、かんなちゃん自身はちょっとね、電子書籍のことを言われると恥ずかしいって言ってね、現場でも照れてましたし、配信でもね、あの頃はちょっと私もね、まあ、要はぽっちゃりしてて、ね、ちょっと恥ずかしいけどね、っていうところだったんですけれども、私はね、かんなちゃん結構印象的で、今でもね、結構その電子写真集見るぐらいですね、お気に入りです。まあ、きっかけがそれで、ね、私もメルシーをね、知っていったというところです。で、当初ですね、そのアイドル活動をするにあたっては、なかなかですね、カンナ自身もちょっと不安とか自信がなかったそうですね。私自身はやっぱアイドルって向いてないって、煽りとかね、そういうことできないけど大丈夫かなと、ね、不安があったそうです。で、実際当時をね、知るファンの方もね、配信で言ってましたが、まあ、カンナがアイドルするって、ね、なった瞬間、ちょっと親の気持ちになってなんかちょっと心配もあったというのも、事実だそうです。ただですね、カンニャの中で、ね、ただこのアイドル活動を通じて、ね、挑戦をして、ね、自分を変えたいっていう思いがあったそうですね。舞台に立って、ね、いろんな活動をして自分をね、強くしたい。そういう思いで、まあ、アイドル活動ね、メルシーの活動もされております。そしてね、その活動をアイドルしながら、もう一つの大きな挑戦に彼女はこの夏挑んでおります。もう一つの挑戦とは、ミスコンへの参加です。ミス日大経済の、まあ、2023ファイナリストとしてエントリーされました。学園祭、三崎祭のですね、イベントなんですが、まあ、今年はちなみに、ね、ミスコンとミスターコン、いわゆる男女が一緒になって、まあ、コンテストを行うというのが特徴です。今回ですね、カンニャがついにですね、参加をされました。もう私これ聞いたときびっくりしましたね。これ公式に発表があったのが、その8月11日の秋葉原。で、あった、多分。2日後ぐらいで結構直近で嬉しかったですね。私自身が2022年にね、ミスコンにね、がっつりハマった男ですから、ね、現場であったアイドルカンニャが、ミスコンにね、参加されるってのは本当に嬉しくて、いい挑戦だなと私は思っております。で、現在ですね、まあ、主に2つの、まあ、応援方法がございます。1つがですね、投票です。ミスコンはですね、結構各大学、今全国各地で行われておりますが、結構主流になっているのが、まあ、インターネットによる投票です。実際にですね、そのですね、大学のミスコンの公式のホームページ、ね、公式のプロフィールページに大体ですね、投票するという、まあ、ボタン、コーナーがございます。そこで、毎日一人、まあ、一票とかですね、まあ、複数人で一票っていうのもあるんですけれども、とにかく一日一回投票ができます。ね、その投票数によって、まあ、一つミスコン、ミスターコンのグランプリが決まるというのが、もう主流ですね。で、カンナちゃんもですね、今、その公式ページからね、行くと、ブログではですね、投票ページ載せてますし、YouTube も動画の概要欄にね、載せますけれども、その公式のね、プロフィールね、押すと下の方に、投票するという画面がございます。で、投票をね、そのボタンを押して、あと LINE と連携したら、投票が出てきます。まあ、野口かんなちゃんね、の場合は、かんにゃ推しというですね、名前で投票名になっておりますので、ぜひあなたも、かんにゃ推しで、ね、いちいち一回投票ポチッとお願いいたします。で、もう一つの挑戦。まあ、ですね、応援方法が配信です。ライブ配信ですね。ミクチャというアプリ、ご存知でしょうか？これも今も大学のミスコン、ミスターコンでも主流となっている方法です。まあ、動画でこう生配信をします。で、まあ、リスナーさんとかですね、ファンの人とコメントで交流をします。まあ、そのコメントの数とか、あとこう、ね、コインといって、まあ、結構課金もね、正直あるんですけれども、それで使われるアイテムをね、送ると何ポイントとか決まってますので、そのポイントの数で、累計で、まあ、一つ、ミスコン、ミスターコンの、その、順位が決まるですね、判断材料となるというのもあります。で、特にですね、今これ動画を撮ってるのが8月ですね、24日ですけれども、8月27日、ね、日曜日の夜11時までですね、今、TGC、東京ガールズコレクション、ね、ファッションショーですが、それの、まあ、いわゆる大学生バージョンにね、出られるという、まあ、
イベントに野口環奈ちゃんね、参加しております。まあ、要はそれこそね、コメントもそうですし、一番はアイテムの数なんですね。アイテムのポイント数が高くて、ね、一番その期間中に一番ね、1位と2位の人が、今度10月21日にね、行われます。TGC 山梨、ね、それに、キャンパス、ね、代表として出ることができる、ということでですね、まさに今、ね、野口環奈ちゃんが、もうね、TGC 私立ちたいんですよ。やっぱ私モデルやってましたしね、女子の憧れである、ファッションショーの夢舞台で、私1位で歩きたいんですよ。だから投票と、もそうですけどね、配信のコメントとかアイテムもね、ポチッとお願いしますというね、昨日の配信でもおっしゃってました。TGC 私も昨年の秋、福岡県北九州市行きましたけどもね、あれはね、やっぱ女子ほんと憧れますよ。荒木優子ちゃんとかね、みちょぱとか私生で見てから、これは本当に美しいね、中条ね、あやめちゃんとかもそうですけれども、そこにやっぱ環奈をね、立たせてあげたいという思いがね、私も湧いております。ぜひですね、まずはね、投票、ミスコンの方は投票。で、加えて並行してですね、この TGC ね、ファッションショー、歩くというのがポイントですので、ぜひですね、まずはですね、そのミクチャというアプリをですね、ダウンロードしてください。そして、次に野口環奈ちゃんのアカウントをフォローしてください。で、そうすると、いつ頃配信来ますよとかですね、配信始まりましたっていう通知が来ます。で、そっから3番目は、実際に配信を見て交流してください。ね、応援コメントを送って、ね、明るく楽しく応援して、かつですね、アイテムもね、この指定のアイテム投げてくださいというのもあります。それがポイントとなって応援となりますので、ぜひですね、配信で、まあ、コメントとですね、アイテムを送ってくださいというのが、まあ私からのね、お願いです。ということでですね、ミスコンの方は投票、まずは投票。で、TGC のね、そのミクチャ配信の方もですね、投票。ね、そしてコメントというとこですね。おそらくこれ TGC のイベント後もですね、ミクチャーで多分配信のポイントが、要はこうミスコンのグランプリね、決める順位のね、一つ判断材料になると思いますので、まずはミクチャというのをね、ぜひ、ダウンロードするとこから始めてください。ということでですね、ミスコン、まあ、カンナちゃん自身も大学1年生の時に一回お誘いがあったそうなんですね。ただですね、まあその時は勇気がなかった。けどもね、大学4年生となり、最後のね、学年ということで、思い切って挑戦すると。で、挑戦してね、実際参加した限りはやっぱり1位を取りたいし、何よりも、このね、配信や投票などを通じて、このファンといいますかね、いろんな方と交流したい、ね、そして自分自身もね、自信をつけたい、ね、成長したいという熱い思いを持ってますので、ぜひですね、あなたも、投票をね、そしてミクチャ見ながら、まあ、応援するね、カンナの夢を叶えるというところもそうですし、まあ、まずはね、野口カンナさんってどういう方なんだろうっていうのを知ること、そして交流してね、どんな人かっていうのを知って仲良くなるとかね、楽しい思い出を作るっていうのも、私はね、大事だと思いますので、ぜひ投票とね、ミクチャ配信、まずはよろしくお願いいたします。まあ、これまではです、カンナの、まあ、プロフィールとか、どういう活動をしてるのかというところをご紹介しましたが、じゃあ、さそう応援するとか言うけどさ、親方ってさ、カンナのじゃあどういうところが好きなの？ね、そういうとこ伝えてくれないと応援できないよという方のね、声にお答えして、まあ私なりのね、カンナの魅力を4つご紹介いたします。もうね、美人、優しい、神対応、愛情、はい、リピートアフターミー。とか言ってね、テストに出しますよということで、もうポジティブワードがね、詰まってますが、本当にこれ素直にね、もうかなり良い子なんですね。まず一つ目の魅力が、顔が美人、瞳が綺麗というところです。実際写真集で見た時も愛嬌あるね、眼差しとか、表情で可愛いなと思ってましたけどもね、実際現場行くと、思った以上に、もう目がキラッキラなんですよね。瞳そらさないでじゃないですけどもね。チェキでこう、結構現場でも本当至近距離でお話しするんですが、本当に目のね、真ん中がキラッキラしてて、物理的な話ですかもしれないんですけども、それでキュンとなりますね。笑顔とかキラキラした瞳っていうのにこう、心キュンとなりますし、こちらもやっぱり、素直に笑顔になります。このね、お美しい顔立ち、私は特にね、瞳、目をね、押しますので、一つね、キラキラ瞳に落とされてください。
二つ目が、今度はね、話し方。ね、優しいんですよ、彼女。これがまたうっとりします。配信結構ですね、彼女の場合はこう、ゆったり、あ、そうなんですね。うん、あ、私今日飲み歌おうかな、とかいう感じで、こう、心落ち着く、癒される配信なんですね。まあ、いろいろね、ライバーさんにもいろいろね、はい、ファンポチ、ありがとうございます。あ、なんとかさん、なんとかさん、ありがとうっていうね、元気な、ね、感じの方も多いですが、患者の場合は、あ、高橋さん、あ、ツイッターシェア、ありがとうございます。とかね、いう感じで、こう、お姉さん、癒される感じ、こう、落ち着くというところがポイントです。で、実際現場に行くと、こう、チェキ取るときに、あ、高橋さん、ああ、ありがとう。写真集ちょっと恥ずかしい、みたいな感じで、ね、優しく、穏やかに、こう、リードしてくださ、トークしてくださるっていうのに、癒されますので、結構まあ、そういう優しいところ、ね、おっとりとしたところね、ファン多いです。男性誌はね、これかなりね、釘付けになると思います。で、私、アイドル好きでも、まあ、ハロプロなんですけども、ハロプロね、ハロオタに伝えるんであれば、カンナちゃんっていうのはね、もうまさに、ビヨンズの、里吉歌のちゃん、ウータンそっくりなんですね。まず喋り方っていうか、声がそっくりなんですね。うん、そうだよね、みたいな感じ、結構高くて、ふわっとした優しい感じの声というのも特徴です。まあ、この後ね、もう一回と、ね、ウータン登場するんですが、カンナとウータンでね、かなり、もう可愛くてね、似て通ったところあるなというところを感じます。ハロオタに刺され、この言葉が。で、三つ目の魅力がですね、現場でのね、神対応。ね、彼女はまあ、チェキをね、私も一緒に撮りました。写真載せてます。ね、タイね、被り物。とあるね、アイドルさんのね、こう、カバー曲をやった時に、こう、タイの被り物をね、で、パフォーマンスしてたのがカンニャなんですが、これね、一緒にタイをね、まあ、持って撮影します。で、その時チェキが、ね、私が言うんですね。まさにめでたいねとか言ってダジャレ言うんですけど、カンニャがね、それに乗って、めでたいめでたいとか言ってからね、ノリノリなのが嬉しいですね。こう、優しさ、おっとりとしたところもありますし、でも、結構ね、ノリノリと言いますか、ハイテンションでね、ウキウキしてるところもあるなっていうところ、これキュンとなります。まあ、要は一緒にいて、楽しいんですよ。ね。で、実際これ、写真ブレてますし、実はこれ、撮り直し2回目なんですよ。最初ね、めでたいね、めでたいめでたいとか言いながら一緒に写真撮って、はい、チーズで撮ったんですが、まあ、残念ながらチェキがうまくいかなくて、もう一回撮り直しになったんですね。その時もね、あれあれもう一回撮れるね、みたいな感じで、優しく楽しくね、2回目もね、ハイテンションで付き合ってくださったというところ、これはね、キュンとなりますよ。本当に優しくてですね、楽しい時間、ね、癒される時間、両方ね、くださる。これはもうね、ポジティブタイムですよ。ね、というところで、神対応。ぜひですね、まあ、配信でね、コメントして交流するとこもね、よしですし、もしそういう、例えばメルシーとか、今後多分もしかしたらミスコン関係の現場もあるかもしれません。その時、カンニャとですね、交流すると、本当に、ね、キュンです。ね、心奪われます。楽しい時間ですよ。で、四つ目が、愛情を感じるということ。要は、ね、自分が好きなものを本当に愛している。で、それをね、紹介しているというところにね、キュンとなります。まあ、例えばですね、アイドルね、ノイミーちゃんが大好きとかね、プードルのワンちゃんね、飼ってるんですけれどもね、その話題になると、ほんとね、目をキラキラさせてからね、私この曲な、大好きなんだよね、とかね、今日ね、一緒に遊んだんだよ、みたいな感じで、ほんと、ウキウキで語る、ね、ウキウキ語るところ、本当にね、可愛いですね。やっぱ、人ってこう、好きなものを語ってる瞬間って、ほんと、キラキラしちゅう。ちゅうとまたね、高知県ですけれども、キラキラしてるんですよね。カンニャはやっぱ先ほどの瞳のね、キラキラとか、優しい声とかがですね、もう相まって、本当に輝いてるんですね。こう、なんていうか、まあ私、本当個人的に昔からよく思うのが、こうね、同性を愛し、同性から愛される人って本当最強なんですよね。カンニャの場合ね、自分もね、メルシーという女子大生アイドルで、が、ね、ノイミーとかね、イコラブとかいう女性のアイドルをね、愛するというところ、ね、同性を応援できるというところもすごいですし、こうね、逆にこう愛されてるのかなという感じもします。ですね、まあ私もですね、まあ、ディーンというバンドね、男性バンド好きですしね、まあね、女性ばっか追っかけてるように見えますけどもね、やっぱこう、同性っていうのは憧れの対象になりやすいんですよね。まあ、極端な性転換しなくても頑張ればなれるんじゃないかなって思うところも正直あるんですが、まあ、先ほどご紹介したビヨンズのね、里吉ウータンもそうですし、野口カンナちゃんもね、
なんとなく似てるのがですね、好きなものをね、とにかく愛すること、それを PR していること、そして何よりですね、愛し愛されている。ね、そんな感じですよね。なんていうか、もう、カンニャもウータンも、女子から憧れられる女子なんじゃないかなという、まあ、その典型例かなと思ってます。もう本当に可愛いんですよ。多分男女構わず、ああ、可愛いな、愛くるしいなってね、キラキラしてるなっていうのを感じられるのが、ね、カンニャの魅力だと感じております。ということでね、本当にね、もう顔立ちもね、良くて、そしてね、声とか話し方もね、優しくて、ね、それでいてノリも良くて、結構楽しい時間も過ごせますし、ね、こういろんな人から男女構わず、老若男女から愛される存在、愛くるしい存在、応援したい存在というのが、ね、野口カンナさんでございます。まとめです。もうね、出会えて本当に良かったですよ。ね、もう美しいとか、癒されるとか、愛情たっぷり。ねえ、本当に魅力的なカンニャで、もともと電子写真集からきっかけだったんですが、もう今では現場に実際ね、会いに行って直接お話をして、そして配信にも行って、今ではもう応援動画もね、作るってるんですよね。まあ、本当は実はですね、このアイドルメルシーメルシー、カンニャの前に一人ね、先作るよって約束してた人がいるんですが、それをちょっとごめんなさいね、差し置いて、もうね、ちょっとカンニャを優先させました。まあ、現実的なところ言うと、その TGC のですね、まあ、要は期間がですね、27と決まっているので、早めに出したというのもありますが、けど素直にこう、私から、あ、カンニャのことちょっと応援したい、ね、ゲームネルエルの現場も良かったし、ね、ミスコンもね、頑張ってて嬉しいし、ちょっと応援したいんで、作っていいですかって言ったら、ぜひね、作ってくださいよ。ありがとうございます。ということで、本当にね、嬉しいです。それぐらいもう私も、こう、素直に応援ね、しているメンバーです。ね、ここまでね、私がブログとか、こうね、動画作るっていうのは正直ね、我ながら少ないんですよ。ね。で、結構ですね、実のこと言うと、去年のミスコンのね、メンバーの動画とか、ブログって実は1年経って今でもですね、結構アクセス多いんですよ。ね、まあ、それほどですね、一つ、まあ、ね、こう、応援、私の応援する気持ちが、このミスコンの活動が終わった後も、まあ、良い意味で、こうね、注目されるとか、応援され続ける、ね、冬につながりたいなという、ね、私も応援スタイルをとっております。で、その中でね、今年2023年のミスコン部門ではもう最初に作ったのは、ね、野口カンナちゃんです。正直、今年はね、2023年は、で、あんまりちょっとミスコンには私もね、突っ込まないようにしようかなと。去年2022年が結構ね、いろいろね、時間とかお金も作って、ちょっと疲れたってでも正直あるんです。ただ今回やっぱ、カンナちゃんと、まあもう一人実はですね、作る予定の人もね、私今考えてますけれども、もうそのくらいっていうぐらいね、厳選した中でのやっぱりトップバッターはね、野口カンナちゃんです。まあ会ったこともあるというのもそうですし、やっぱね、彼女の魅力もそうですし、何よりもね、夢を持っている。ね、TGC で歩きたい。ね、大学で自分を変えたい。っていうところですね。ここをね、素直に応援したいと思ってですね、今こうやって応援動画も作っております。まあ、まずはですね、これ今ご覧いただいているあなたね、先ほど申し上げた通り、一つはミスコンの、まあ、公式ページプロフィールページから投票を毎日してください。二つ目がこのミクチャのね、アプリをダウンロードして、カンニャさんをね、フォローして、そして配信で楽しく応援、交流をしてくださいという、お願いをします。まあけど、これはね、もう素直にね、その魅力ハマると、ね、お願いというよりかもう自然としたくなりますのでね、カンニャちゃんやっぱすごい子だなと、素直にね、自然と応援したくなるねという、こう間違いなしですから、ぜひ、まあ一度ですね、公式のホームページ、そしてミクチャ、そしてまたツイッターなどもね、彼女されておりますので、ぜひフォローして、野口カンナさんどんな人なんだろう。じゃあちょっと私自身もね、直接交流してみようというところで始めてください。ね、こう沼にはまりますので、本当にですね、自慢のメンバーですし、でやっぱ実際ね、会って、かなりね、嬉しいね、私もね、体験させていただいた、元気をいただいた、まあそのお礼になるかわかりませんがね、今回 PR 動画をね、作らせていただきました。ぜひですね、まず、いろんなね、ミスコンとかアイドルの方もいらっしゃいますので、ね、それぞれ応援してる方も応援しつつも、一つね、プラスアルファで、ね、野口カンナちゃんね、一度ね、交流してみてはいかがでしょうか。
患者のおすすめということで、今回おすすめをね、紹介させていただきました。ね、これからぜひ、特にミスコン期間っていうのは、割と配信とか、こう SNS でですね、投稿や交流の場も多いですので、ぜひですね、この夏から秋ね、ずーっと、文化祭の時まで、確か11月2日が、この日大三崎祭のですね、ミスコンの多分、最終発表日、結果発表の日ですので、ね、その日まで一緒にね、楽しい思い出をね、作っていきましょう。そしてね、ミスコンの後もね、ずっとね、応援していきましょう。特にね、メルシー、ね、アイドル活動もされているカンナちゃん。まあ、今後はね、モデル活動も、ね、にも、とか芸能の方にもね、進みたいという話はね、まだしておりますので、ぜひね、その、ずっとね、カンナのことを一緒に応援してまいりましょう。今回はね、アイドルメルシーのメンバー、そして、ミス日大経済にね、ファイナリストの野口カンナさんご紹介いたしました。一人でも多くの方がカンナ推しになっていただけますよ。よろしくお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。まあ、私のチャンネルいろんなこと扱ってますが、まあ、割とアイドルの、ね、内容ハロプロ中心ですが多めにしておりますし、今回のように頑張ってる人、応援したい人をですね、紹介する、まあ、人にね、スポット当てた動画も今後増やしていく予定ですので、ぜひ一緒に応援、交流してまいりましょう。それではまた、今日も推しのために働く。